ファン、サポーターの皆さん、1年半という短い期間でしたけど、本当にありがとうございました。僕は向こうで結果を残して、また何らかの形でセレッソや日本に帰ってきたいと思います。その間、セレッソ大阪をよろしくお願いします。チャオ。